司書教諭講習とは、司書教諭となるために終了しておかなければならない講習のことである。司書教諭は、主管教諭、指導教諭、または、教諭を持ってあげられる。この場合において、当該、主管教諭、当該、指導教諭、または、当該、教諭は、司書教諭の講習を終了したものでなければならない。失書教諭の講習は、大学その他の教育機関が、 文部科学大臣の委嘱を受けて行う。学校図書館法の第5条において、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、学校図書館司書教諭講習規定の定めるところによっている。司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、 次の表の科目について、それぞれ同票に掲げる数の単位を習得しなければならない。なお、講習を受ける者が、大学において習得した科目の単位、または、図書館法第6条に規定する司書の講習において、習得した科目の単位であって、司書教諭の講習の科目の単位に相当するものとして、文部科学大臣が認めたものは、その単位をもって、 司書教諭の講習の規定により習得した科目の単位とみなされる。司書教諭の講習に規定する単位の計算方法は、大学設置基準、第21条、第2項に定める基準によるものとする。単位習得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。 司書教諭の講習を受けることができるものは次の通りとされている。文部科学大臣は司書教諭の講習に関わる全科目を習得したものに対して講習の終了証書を与える。司書教諭の講習の次の項目については毎年官報で広告される。ただし特別の事情がある場合には適宜な方法によって講示するものとされている。受講者にあるように 文部科学省が受講認定書を発行することで認定を行う。教育職員免許状のように、都道府県教育庁が授与申請により免許状授与のような形を取らない。例えば、放送大学で集中科目理修正、司書として在籍することにより講習を受講することが可能だが、5科目すべてを放送大学で単位修得した場合は、 年度末に黙っていても認定証が送付される仕組みとなっている。ありがとうございます。